横浜スタジアム全国高等学校野球選手権神奈川大会は神奈川県で開催されている全国高等学校野球選手権大会の地方大会。神奈川県勢は1916年の第2回大会から地方予選に参加。1947年の第27回大会までは神奈川大会の上位子が二次予選へ進出し、 全国大会への出場校を決めていた。長年にわたり参加校数が全国最多を誇っていた。この大会は横浜スタジアム、ほどが野球場を主会場に県内12球場で行われる。過去の最多参加校数は2000年の207校。2010年、愛知大会の188校に対して神奈川大会の参加校数が2校下回り。 全国最劇戦区の座を29年ぶりに明け渡した。2012年から2014年は再び全国最多となったが、2015年現在は愛知大会の189校1校下回った。なお、神奈川県の高校野球公式戦では、照明灯が点灯されナイトゲームとなった時のほか、外野スタンドを開放した際にも外心を配置し、 審判6人制で試合を行うことになっている。試合終了後の効果演奏は勝利校が演奏する。一時は全国最多の参加200校超えであったことから、早期より、地区分割によるに代表制が強く望まれていたが、第80回大会より10年単位の記念大会については、代表枠が2校となった当初は、単純に東西で分けたが、横浜、川崎地区に、 競合校が集中する東西格差が問題視され、戦力均衡上、複雑な南北分割に変更された経緯がある。横浜市制約は第90回大会は北、神奈川、第100回大会は南神奈川に宿割りされている。原則として一つの球場で1日に2試合ずつ開催される。雨天中止となった場合は一部の球場で 翌日の試合を3試合開催として、順延となった試合を翌日に消化し、極力日程の延期を避けるための工夫がなされる。第1試合と第2試合のインターバル型都道府県大会と比べて、非常に長く、大会序盤では45分程度、準々決勝以降は1時間以上のインターバルがある。使用球場に命名権がついている場合は、正式名称と併記する。 2020年に開催予定の第102回全国高等学校野球選手権大会が新型コロナウイルス感染症の流行により本大会と地方大会が中止となったことに伴う神奈川県独自の代替大会として令和2年度神奈川県高等学校野球大会が8月1日から8月23日まで参加175チームで開催された。テレビ 神奈川スカイ ANHK 神奈川 CATV 情熱プロジェクト NHK 横浜放送局で準決勝と決勝戦 RF ラジオ日本で決勝戦の模様を生中継している他に埼玉、千葉、愛知、大阪、兵庫が2代表制となるハット後に横浜高校に吸収された旧正本木中学校の前身戦後 学生改革に伴い公明変更。1949年度に、神奈川県内に移転1975年度に、横浜第一商業高等学校から解消。TBK 高校野球中継で同局初マルチ、編成対応文化通信 .com2015 年7月4日、TBK、初めてマルチ編成放送を実施。 高校野球中継延長放送で TV k ニュースリリース2015年6月23日ザテレビジョン首都圏関東版2016ナン、no. バー297.225ザテレビジョン首都圏関東版2018ナンバー28ナン、no. バー3713720727号ただし川崎競馬場の開催と重複した場合は19時までの放送 NHK ネットクラブ番組表2017年7月29日、横浜水戸宇都宮前橋。NHK ネットクラブ番組表2017年7月29日、NHK ネットクラブ番組標準決勝決勝。ありがとうございます。